昭和32年の今日、全国教育委員長会議で前から問題になっていた学校の教職員の勤務評定の試案が決定されていますね。こうして日本全国に勤務評定、縮めて勤評というのが実施される運びとなったわけです。会場では決定いたしますということになったんですが、当然起こる反対に、さあこれからが大変だぞといった厳しい空気に包まれていましたね。さて、日本教職員組合、縮めて日教組は、これぞ金票の名を借りて教職員の政治活動を封じる文部省の日教組対策であるというんで、真っ向から反対して翌年から撤回闘争が始まりましたね。そして昭和33年の9月には、全国一斉に10割休暇闘争に突入。学校は休みになりましたね。がらんとした教室。校庭では子供たちは無邪気に遊んでいましたが、二宮金次郎先生が事の成り行きを心配そうに見ていましたね。そしてついに闘争に参加した先生方の大量処分。東京の教育委員会では山のような事例を前に押し問答をしてました。金票問題を苦にして自殺した校長先生もいたんです。文部省は勤務評定書を出せという、部下の先生方は出すなという、苦し紛れに死の道を選んだんですね。この闘争が最も激しかったのは高知県や和歌山県。組合と警官隊が激しい戦いを繰り広げて、双方に多数の負傷者が出たんです。こうして大混乱のうちに勤務評定実施は進められていったんです。